終点方面。画像は、日本車両製造豊川製作所の引っ込め線を、潜った付近。愛知県道495号宿谷川線は、愛知県豊川市宿町から、豊川市、谷川町に至る、全長約 5.8km の県道である。JR 飯田線に沿うように走る道路である。国道1号から分かれて、豊川市の中心部の外側を通り、 国道151号に至る。豊川市、牛久保町から新豊町までの区間は、旧伊海道であり、国道151号の最も初期における豊川市内の経路であった。起点付近の道路は、飯田線沿いの旧道が国道1号と立体交差になっていたため、改めて国道1号に接続すべく後年、新設されたものである。起点からしばらく走った後、 豊川市篠田場町と下町山町との境界に近い信号のない交差点で JR 飯田線沿いの旧道に合流する。続く境交差点では国道151号と八幡、白鳥地区を結ぶ市道と交差する。牛久保の交差点を過ぎると家具店が多いことで有名な牛久保商店街へ入る。この辺りは時和通りと呼ばれる。商店街を抜けると左に折れ。 豊川稲荷の方へと進む。豊川稲荷の門前を通り、東部中学校の手前で、右折、しばらく行ってまた左に曲がり北進する。日本車両製造専用線のガードを潜って、新豊町交差点を右折、飯田線の踏切を渡り、勾配を下ると、終点の国道151号交点である。ありがとうございます。